2024年、8月2日、広島市同期新聞ニュース、号外で、ございます。京都のね、NPO 法人、パン屋、平川前、教育長ですね、彼女がね、ご懇意の、パン屋にね、平川氏が、県費で仕事を作ってあげたと、されるね、官製談合事件。結局ですね、担当課長だけがね、略式命令で罰金50万円と、いうことになりました。いや、もう、どう見たって明らかにね、平川教育長、当時の平川教育長が、NPO 法人とご懇意で、それで、もう、ズブズブでしたよね。はっきり言うと。ね。どう見てもね、どう見ても真っ黒という状況にもかかわらずですね、平川氏らはお咎めがなしと。うん、で、担当課長だけがね、罰金50万円って。こんなのありですか？ね。こんなのありえませんよ。むちゃくちゃですよ、はっきり言って。まあ、結局ね、広島県警もですよ、立件を見送ったというところがね、問題ですね。まあ、広島県内ではね、ほんとね、今もね、公立学校生徒がね、暴力行為で逮捕されたり、する事件相次いでます。あるいは先生がね、盗撮で逮捕されたりしています。相次いでます。で、事務をね、担当しただけの人がね、罰せられてね、主犯がね、ノーノーとしている。こんな状態を正すことは本当の教育じゃないんですか？ね。こんな状態を正さなかったらね、どんどんね。いや、それは、生徒がね、暴れたりするのも良くないし、先生がね、盗撮したりするのはもってのほかですよ。それはそうなんだけどね。もうどんどんね、このままじゃね、広島のね、教育現場のモラルは低下する一方ですよ。ね。ほんでね、湯崎知事もね、法令違反は改革の副作用だなって言って、ね。本当にひどい知事だ。ね。言い放って、ね、平川さんをかばったわけですよ。ね、ただね、平川さんはね、住民裁判で被告になっています。合計で1億円以上のね、権利返すようね、求められています。湯崎秀彦知事と、そして平川被告から広島の教育を取り戻す広島庶民革命、湯崎秀彦知事を打倒し、そしてね、広島の、ね、教育現場にモラルをね、取り戻してまいりましょう。広島の教育をね、再生してまいりましょう。はい。庶民革命で広島の教育再生。Make 広島 Great Again! それではね、皆さん、最後までご清聴誠にありがとうございました。それではね、失礼いたします。